こんにちは。リモートワーク研究所池友です。本日はたくさんのウェブサービスのパスワードを分かりやすく記録する方法をご紹介します。スマホとパソコンで同じサービスを使っているけど、パスワードを忘れちゃってログインできない、パスワードいちいち変えるのは面倒くさいので使い回しはダメだと思ってるけどやってしまう、こういう方いらっしゃるんじゃないでしょうか。リモートワーク時代にはたくさんのサービスを使い分けて活用していく必要があります。上場企業で役員をしていた経験や数百のサービスを日々使っている利用の体験から、こういった状況でパスワードを安心で便利に管理する方法を本日バッチリ伝授してしまいます。この動画を見ることによって2つできるようになります。1つはパスワード管理でやっていいこと悪いことが分かります。2つ目、パスワード管理を無料のツールでバッチリできるようになります。ぜひこの動画をご覧いただいて、この様々なクラウドウェブサービスを使う時代においてパスワードの管理を手間なくできるようになっていきましょう。本日の目次はこちらの通りです。1つ目、パスワード管理の基礎知識、なぜ使い回しがダメなのかとか、8桁だったら安心だよね、こういった疑問に回答していきます。2つ目、管理の方法の1つ目、クラウド文書管理サービスを使う方法をご紹介します。3つ目、管理の方法の2つ目、パスワード管理専用サービスがどんなものがあるかをご紹介します。1番は基本的な知識なので、もし1番は知ってるよと、具体的な方法から知りたいという方は2番からご覧いただければと思います。それではまずはパスワードの基礎知識をご紹介します。どんな基礎知識かというと、この4つですね。使い回しはなぜダメなのか、8桁のパスワードだったら安心なのか、ダメなパスワードってどういう例があるのか、パスワードのダメな危険な管理方法とはどういうものなのか、それぞれご紹介していきます。1つ目、パスワードの使い回しっていうのはなんかダメって言われてるケース多いと思いますし、最近話題になってるケースもあると思うんですけど、なぜそもそもダメなのでしょうか。ちょっと考えてみてください。パスワードの使い回しがダメな理由はこちらです。もし全てのサービスで同じパスワードを使っていて、ある一つのサービスでパスワードが流出してしまった場合、この同じパスワードで別のサービスにも入ることができてしまって、別のサービスも被害を受けるからです。たまにニュースであるサイトのパスワードであったりクレジットカードの情報が流出してしまいました、こういう話ってありますよね。実はこういったニュースは日々ありまして、どんなに頑張ってサービスを作っていても、それを狙っている悪い人たち、ハッカーと呼ばれるような、そういったものを狙っている人がたくさんいるので、狙われてしまってパスワードを奪われてしまったり、これが何百万人何千万人とガバッと抜かれてしまうケースっていうのはよくあるんですね。こういう時に大体みんなメールアドレスとパスワードで登録をしていると思うんですが、その狙われてしまって流出してしまったサイトにあなたのメールアドレス、普段使い回しているパスワードが登録されているとします。で、同じパスワードを使い回されている人はすごく多いので、ハッカーも知っているので、よし、ここへ入手したパスワードとメールアドレスで、この狙えた別のサイト、狙ってパスワードを取ってきたのとは別のサービスにその ID パスワードで行ってみようじゃないか、まあこんな感じでどんどん行かれちゃうんですね。これによって被害が狙われたサービスだけではなく、流出した ID パスワードを使って別のところにも展開してしまうと、これが怖いところなんですよね。最近 Google Chrome というブラウザを使っていると、ブラウザ上であなたのパスワード危険ですよというふうに通知が出たりします。これは Chrome がですね、要はまずいパスワード、流出してしまったような ID パスワードの組み合わせをいろんな状況から追っていて、もしそこと同じように該当するものが別のサービス上にあるということが Google Chrome のところで登録されている場合に、それを自動的に告知するというような機能が最近備わりまして、まあ、そのぐらい同じパスワードを使い回しているというのは実は非常に怖いことなんですね。なのでパスワードの使い回しは絶対ダメで、それぞれのサービスで別のパスワードを使うようにしましょうと、これが1個目の基礎知識になります。2つ目、パスワードの桁数なんですけど、8桁のパスワードなら安心なんですかと、よくなんかありますよね、8桁以上に入力してくださいと、これ考えてみてください。まあ問題に出してるぐらいで明らかかなと思うんですけど、実は全然ダメなんですね。
これこのサイトから持ってこさせてもらったデータなんですけれども、8桁のアルファベットだけのパスワードがあった場合に、そのパスワードを何分ぐらいでクラックすることができるか、つまりいろんなパスワードを試して何分ぐらいで正解に至ってしまうことができるか、わずか22分らしいんですね、最近の性能だと。アルファベットと数字を混ぜたものでも1時間で解読できちゃう。アルファベット、数字、あとびっくりマークとか記号を組み合わせたパスワードであってもわずか2日で破られてしまうと。実は8桁のパスワードっていうのは最近のコンピューター処理速度もどんどん上がっているので、いろんなパターンを試して当たりをどんどんこう試してみるっていうような速度も上がってきてしまい、8桁だともう全然安心じゃないんですね。で、10桁でもアルファベット数字記号を全部組み合わせて今だと52年ぐらい、もちろん性能はどんどん上がっていくので先になればなるほどこれでも怪しくなってくる。12桁くらいになってくるとようやくアルファベットだけでも300年かかると、アルファベット数字で2000年という形で、このぐらいになってくると今であればまあ安心かなと言えるぐらいでして、8桁のパスワードっていうのはかなりセキュリティ的には弱くてもう全然安心じゃないですよというところをですね、まず皆さん押さえておいてください。で、ちなみにですね、非常に面白いサイトがありまして、パスワードの強度判定サービスとして、まあ、海外のセキュリティを啓蒙しているサービスが、サイトがこんなことを出してるんですね。どんなパスワードだとどのぐらいの時間で破られてしまうのかというのを、この真ん中のボックスに入力すると時間を出してくれるというものがありまして、ちょっとせっかくなので皆さんで一緒にやってみましょう。このサイトの URL は下に概要欄に貼ってありますので、興味がありましたらそちらから見てもらっても大丈夫です。それではサイトを見てみます。それではこのサイトで実際にいろんなパスワードを入力してみて、どのぐらい時間がかかるのか、破られるまでにどのぐらいの時間でできてしまうのか見ていきましょう。最初は8桁のこのテスト1234といういかにも適当に使っている人がいそうな、これ使ってみます。8桁入力ですね。ここにコントロール C、コントロール V で入力します。すごいですね。あなたのパスワードはインスタントになってもすぐですね、速攻で見破られてしまいますよということがありまして、こういうパスワードは絶対ダメという例ですね。次に単語の組み合わせでいきましょう。ドッグキャットバック10桁ですね。これを入力してみるとどうなるか、58分ですと。実は単語の組み合わせっていうのは、こういったパスワードを破る人っていうのは辞書ツールというのを持っていて、辞書のいろんな単語を適当に組み合わせるものをまず試すみたいなことをやるんですね。なので10桁の特定の単語の組み合わせだとかなり危ないということが言えます。じゃあ次ですね、10桁のランダムでいきましょう。10桁ランダムで、まあ、適当に入れた文字を入れて、10桁ランダムはどうなるかというと、こうなると7ヶ月と。こういった特定のキーワードではなくて、10桁のランダムな、よくわからない記号にしているので、そうすると辞書ツールでも破ることができなくて、本当に総当たりしていかなくちゃいけない。これになってきても、実は7ヶ月間あると破れてしまっちゃ破れてしまうんですね。なので例えばあなたが何かしらこうパスワード付きのファイルを持っていて、そのパスワードが10桁のランダムなものでしたと。で、パスワードを破る能力のある人がいて、全然想像もつかないので全パターン試してみようと思って解析ツールをかけると、今だったら7ヶ月ぐらいあれば10桁だとどんなに頑張って適当にやっても開けられてしまうと、まあ、こういう状況になっているのがわかります。非常に怖いですね。じゃあ12桁ランダムでいきましょう。するとですね、2000 years なので2000年ですね。12桁でランダムな英数字になってくると、途端に全然解析できなくなるんですね。なぜなら、いろんな文字の可能性が出てくるので、その文字の数だけ増えていくんですね。さらに12桁で、ちょっと記号を含めた、これはどうなるかというと、3.4万年なので、まあ、ほぼ生きてる間とか、むしろ人類が生きてる間は解読ができないんじゃないか。まあ、ぐらいに、パスワードとしては強度が出てくると。もちろんね、このパスワード自体が後で触れるように流出してしまうとどんなに頑張っても無意味なんですけど、少なくとも悪意のある人で全然パスワードの情報ない人が適当に試すことで無理やり開けに行こうとしても、12桁以上になってるとだいぶ安心。8桁は速攻ですよと。もう今すぐ開けられちゃうぐらい8桁のパスワードっていうのはもはやあんまり意味ないという状況になってます。ところで気をつけていきましょう。さて、先ほどパスワードチェックツールでいろんなものを試していましたが、ダメなパスワード例をいくつかご紹介します。1つ目、自分や家族の名前、
ペットの名前など思いつきやすいもの、こういったものは要は悪意がある人が試そうと思った時に、まあ、あなたの名前であったり家族の名前とかって入手しようと思ったら正直できちゃうんですよね。なので私は池田ですけれども、もちろんパスワードに池田って全く一言も入れてないんですが、そういうものが入ってたりするととりあえず池田智弘とかですね、池田なんちゃらとか試してみたらいいんじゃないのっていう風にトライしてしまうわけですね。また誕生日だと西暦と、まあ、月、日で8桁の数字になると思うんですけど、こういうものも簡単に破れちゃうよと。当然ですね、まあ思いつきやすいのでこういうパスワードにしてるんじゃないかなと思われてしまって NG と。2つ目、辞書に載っているような一般的な英単語、まあ下に書いてあるんですが、パスワードとかベースボールとかですね、こういうものはダメよと。なぜかというと、さっきのチェックツールのところで申し上げましたが、こうパスワードを破ろうとする人は辞書に入っている単語を適当に組み合わせてチェックしたりするんですね。なのでこういった単語はすぐに引っかかってしまう可能性が高くて、いきなり破られてしまう懸念があると。3つ目、同じ文字の繰り返しや分かりやすい並び、まあ、ABCD とかですね、123456とか、こういったものもですね、こういう単純なパスワードにする人がよくいるので、ハッカーが分かっていてとりあえず試そうとするんですね。その結果すぐ破られてしまうということで、このような推測しやすかったり一般的な文字であったり、なんかみんなが使ってそうな分かりやすい組み合わせの文字というのはパスワードとして全然いけてないということで、ぜひ皆さんやめてください。さて、ここまでの話で、まず使い回しはダメよと、さらにパスワードは12桁以上のランダムな文字列がいいよということを話してきたんですけど、そうすると問題になるのは、これどうやって覚えておくんですかと。絶対覚えきれませんよね。1個だって覚えられないと思いますし、これが複数だったら 100% 忘れるということで、パスワードはしっかり管理する必要があるんですけれども、危険なダメな管理方法というのをご紹介します。1つ目、他人に見られる可能性がある紙とかノートとか付箋とかですね、よく映画なんかでもありますけど、付箋にパスワード書いてあって、その付箋のパスワードをチラ見されてログインされてしまう。まあ、紙とかノートでも、例えば職場の机にポンと置いてあって、それパッと見て、もし情報が入っててしまうと、悪意がある人が見れば、スマホでパシャッとデータを取って、後からログインできちゃいますよね。ということで、他人に見られる可能性がある紙やノートっていうのは非常に怖いですよと。2つ目、開封パスワードが設定できないパソコンのメモファイルとかテキストファイル。パソコンが流出したり、もしかしたら間違ってメールで添付してしまったり、まあ、そういう時に、このメモファイル、テキストファイル、何らかの理由で流出する可能性ってゼロではないんですよね。その時に、そのファイルにパスワードが入ってないと、開けた瞬間に税務のデータが見れちゃうんですね。めちゃくちゃ怖いということで、そういう管理方法もダメです。3つ目、メールで送付すると。まあ、なんかね、サービスに登録したりすると、メールで最初のパスワードが送られてきたりしますけれども、あれをそのまま使ったり、自分にメールを送って、そこにパスワードが書いてある。こういうのもダメよと。メールっていうのはですね、結構中身が盗み見られやすいというふうに言われていまして、メールアカウントが盗まれてしまったり、メールアカウントを盗まれていなかったとしても、メール自体を盗み見ようと思った場合に中身がバレてしまったりして、そこに ID、パスワード書いてあると、すぐに見られちゃうんですね。なので、多くのサービスは、ID は書いてあっても、パスワードはメールの中に入れませんよ。もしくは、初期の仮パスワードは書いてあるけれども、あとは自分で書いてね。まあ、こんな感じになってますよね。ということで、メールの内容はですね、実は結構リスキーで、特にこう、いろんなパスワードがあるやつをメールで送るっていうのは、これも NG と。いうことで、じゃあどうすればいいんだということが重要な話になりまして、それをこれからご紹介していきます。では、続いて、安全なパスワード管理方法として、2つ方法をご紹介します。安全なパスワード管理方法。1つ目は、クラウド文書サービスです。例えば、ドロップボックスであったり、Google ドライブであったり、OneDrive であったり、こういったいろんな会社が提供している、クラウドってこう、オンライン上にってことですね。自分のパソコンとかではなくて、インターネット上にファイルを置けて、しかもそのファイルにパスワードや閲覧制限を設定できると。つまりパスワードがなかったり、閲覧の権限がなければ見ることができない。こういう設定があるツールを選んで、その中に書き込んでいくと。これであれば、例えばパソコンが壊れてしまったりしても、オンライン上にデータが残りますし、そこに至るためにパスワードが設定されていて、そのパスワードを知らずに中に入ることができなければ見ることができないので、こういう方法は安心です。特にも最近はですね、本当に法人とか
国とかであってもデータをオンラインに上げて管理していこうというのが当たり前の時代になっています。ちょっとあまり詳しくない方は、自分のパソコン上にあるデータとオンラインにあるデータ、こっちの方が不安なんじゃないかというふうに思う方はまだまだいると思うんですけども、もう時代としては自分のパソコンに置いてあってもパソコンを物理的に盗まれるかもしれないし、そもそも壊れてしまうかもしれないし、データの盗難防止観点でも紛失防止観点でも実は危ないと。むしろ信用できるクラウド文書サービスに上げておいて、そこで見れない設定にしていく方がよっぽど安心なんじゃないの。まあこんな時代に変わりつつありまして、このツールを使うのが一つ目の方法としてはあります。二つ目がパスワード管理の専用サービスがありまして、後ほどご紹介しますが、本当にすごいたくさんあるんですね。こういうパスワード管理ツールを使ってパスワードだけを登録しておくと。でこういうツールを使うとパソコンとスマホと情報をですね、一緒にこう使うことができて、要はパソコンで使っていたパスワードをスマホですぐに引き出すことができる、まあ、こんな便利な機能とか、自動で入力するみたいな機能もあったりしますので、こういうツールを導入してそこに保存をしておくと。で当然そのパスワード管理サービスの中にデータを置くということは、パスワード管理サービスに入れる必要があるので、そのための、まあ、マスターパスワードがですね、大元の鍵というのは自分でちゃんと覚えたり認識をしていく必要があるんですけれども、それを1個覚えておけば、あとは全ていろんなサイトの別々なパスワードはこのパスワード管理ツールの中に入っているので、覚える必要もないし自動入力もできて安心ですよと、まあ、こういう感じになっています。ここからはこの2つに関して、それぞれ具体的にどういうサービスがあるか、どうやって使っていくのかに関してご紹介していきます。はい、パスワード管理方法1つ目はクラウド文書サービスです。どんなサービスかというと、クラウド文書サービスとはオンライン上に文書ファイル、テキストであったりメモ帳であったりですね、こういったものを保存できるサービスですよと。具体的なサービスの例としては、ドロップボックスとか Google ドライブとかエバーノートとかですね、ワンドライブとか、まあ、いろんなサービスがありまして、まあ、お好みのものを使うといいんじゃないかなと思っています。このクラウド文書サービス上に自分しか見れない設定をちゃんとして、その中にパスワードを書き加えていくことによって、オンラインになるのでファイルの紛失、まあ、パソコンが壊れてもオンラインに入れれば後から取ることもできますし、他の人に見られる可能性も非常に薄いということで、こういったものを使っていく方法になります。これ非常にですね、分かりやすくて、まあ、しかも他のなんていうんですかね、パスワード管理以外でもクラウド文書サービスは使いこなせると非常に便利なので、個人的には第一歩としてはまずこれがいいんじゃないかなと思っています。方法の2つ目のパスワード管理ツール、これめちゃくちゃ便利でいいんですけど、ちょっと難しかったりするんですね。これ使い方をですね、ご紹介しますけれども、ちょっと感覚的ではないところもあるので、個人的にはこちらの方が非常に分かりやすく、初心者には正直とっつきやすいんじゃないかなと思っています。でクラウド文書サービスはいろいろあるんですけれども、中でも個人的にお勧めしたいのは Google スプレッドシートという文書管理サービスです。Google が出しているサービスで無料で使うことができまして、まあ、Excel と呼ばれる表のようにですね、情報を整理していくことができるんですね。なのでテキストのように、一行一行開業してパスワード、ID パスワードみたいな感じにせずに、ちゃんとこう表を作って ID の列、パスワードの列、尾行みたいな感じでつけていくことができるので、整理もしやすいですし、後ほど触れるように誰がこのファイルを見れるのかっていうような権限もしっかり設定できるので、これ非常におすすめになります。でここからですね、実際に Google スプレッドシートを使ってどのようにパスワードを管理していくのか手順をご紹介します。まずスプレッドシートでファイルを作る方法を説明します。次にそのファイルを自分だけしか見れなくする方法を説明します。3つ目にパスワードを入力する方法をご紹介します。で4つ目ですね、ここまでパソコンでやるんですけど、4つ目はスマホのアプリを導入してスマホでも見たりやる方法をご紹介していきます。それではまず Google スプレッドシートのページに行きます。 Google スプレッドシートというふうに入力をして検索をお願いします。するとおそらく一番上にオンラインでスプレッドシートを作成編集とで Google と書いてあるところがあると思うので、これを押します。でこの Google スプレッドシートを使ってみると押していただいて、シートを作ることができます。でですね、Google にログインしてない方は、まず Google のアカウントを使ってログインする必要があります。ちょっと今、ログアウト一回してみてですね、試してみようと思うんですけれども、スプレッドシートとまた検索して、スプレッドシートを使ってみる。ログインしてない方は、ログインするか別のアカウントでログインしてね、
となるので、もし持ってない方はアカウントを作成で Google の無料アカウントを作ってもらえばなと思います。私の場合はですね、すでにログインすることができる状況にあるので、ログインしまして、スプレッドシートのページに行きます。するとこのように上に新しいスプレッドシートを作成という選択肢と、まあ過去に作ったものがあるよというものがありますので、今回新しいものとしてこの空白ですねを押してください。空白を押すと新しいスプレッドシートができますので、ここで新しいファイルを使うのは完了になります。次にスプレッドシートで閲覧権限を変更するという方法を説明します。閲覧権限といって、今ちょっと難しいですね、言葉ですね、閲覧権限、こういうふうに難しい言葉をですねちょっとお伝えしたんですけれども、要は誰がこのファイルを見れるかどうかという話です。で、デフォルトではおそらくこの鍵マークがついていて、あなたしか見れないよとなっていると思うんですけど、この緑色で変更ができるので一応説明します。押すと名前をつけろと書いてあるので、まあ、ID、パスワード、管理とかってつけまして保存します。で、ここでですね、まあ、これ今私のアカウントがオーナーですよと、で、リンク押しとくのところで制限付き、追加されたユーザーのみがこのリンクは開くことができます。で、これ追加されたっていうのは上に書いてあるところでして、例えばこれ私の別のメールアドレスですけど、別のメールアドレスなんですけれども、これを入力して追加してあげると、追加してあげると、これでですね、元々のオーナーであるアカウント以外に別のアカウントが追加されて、この人も見ることができるよという状況になりました。で、この下の設定というのは、この2人しか見ることができないよという意味になるので、まあ安心な状況です。これ当然ながら消すこともできます。消すとその人は見れなくなります。で、鍵マークに戻るというところですね。ちなみにこの下ですね、どう変更ができるかというと、ここですね、制限付きからリンクを知っている全員というふうに変えることができて、さらに閲覧できるか編集できるかみたいなこれがあるんですけど、こっちになってしまうと非常に危険なんですね。この URL を知っていると中身が見ることができてしまう。なので ID、パスワードは必ずこの制限付きにして、あなただけしかいないということを確認してください。これが一番大事でして、これが設定されていれば、あなたの Google アカウントにログインすることさえできなければ、この中身を見ることができないので安心ということで、これめちゃくちゃ重要です。もう一回いきますと、この右上の緑で誰が見れるかを設定できます。鍵になっている時には安心です。あなたしかいなくて、追加されているあなた以外のユーザーは見ることができませんよと。この状態に必ずしてください。はい。で、続きましてですね、簡単に入力する方法を説明していきます。スプレッドシートの操作に関しては、別の動画でも相当しっかり1時間以上解説しているので、スプレッドシートを知りたい方は、そちらの動画をご覧いただければと思うんですが、まあ、簡単にですね、やっていきます。ID、まあ、パスワードと入力します。で、見やすくするために、これ A と B を選択しまして、表の色を塗ります。塗りました。で、背景をですね、わかりやすいようにつけてあげて、やりました。あれですね、ちょっとこれ、左側にサイトの名前書いた方がいいかなと思ったので、右クリックして左に1列を追加します。表をつけます。サービス名と。まあ、例えば、Yahoo の ID が、なんとか Gmail ですよと。で、パスワードがランダムで作ったものをここに入れておいて、新規登録をしてパスワードを設定する際に、これをですね、コントロール C、コピーして貼り付けする。で、そのパスワード欄に入力していく。こんな感じで、いろんなサービスを使う際には、必ずこっちに保存をして、パスワードを、まあ、ランダムに作った上で、書くようにしていく。まあ、こんなことができると非常に安心なんじゃないかなと思っています。このような形で、この Google スプレッドシートでいろんなサービスのパスワードを管理していくと、ただのテキストファイルよりは、まあ、見やすいですし、この権限が自分だけ見れる状態になっていれば、他の人が見ることはできないので、安心して管理をすることができます。ここまでパソコンでスプレッドシートを使った ID、パスワードの管理方法を紹介しました。次にこれをスマホで見る方法をご紹介します。それでは、スプレッドシートをスマホで見ていく方法を説明します。アプリをダウンロードします。アプリストアに行きまして、スプレッドシートと検索しましょう。スプレッドシートと検索すると、上の方にですね、この Google スプレッドと書いてあるところがあると思うので、これが Google スプレッドシートになります。入手を押します。で、インストール終わりました。インストール終わったら、開くを押します。左下にあるログインを押します。左下のログインですね。で、他のアカウント、私の場合違うアカウントなので、違うアカウントを押しまして、先ほど
自分が、スプレッドシートを使ったアドレスでログインします。はい、ログインしました。でログインしたらですね、このように自分が作ったことがあるスプレッドシートが表示されまして、この ID パスワード管理と押すと、先ほど作った ID パスワード管理がこんな感じで表示されています。でこれですね、入力をすることもできまして、これタップを押して、下にあるこのボックスみたいなところでこんな感じで入力をすることもできますし、パスワードをコピーしたい場合はですね、1回2回タップすると、タップコピーというのができまして、これ貼り付けするとどうなるかというと、こんな感じで貼り付けをすることもできるので、まあ、パスワードをコピーして持っていくときにはこのような形で操作をしたらいいんじゃないかなと思っています。はい、このように Google スプレッドシートを使うと、パソコンでもスマホでもしっかりとデータを管理して、まあ、しかも自分だけが見れてオンラインにあるので、最悪デバイスが壊れたりとかパソコン取られてしまっても大丈夫という状況を作ることができます。で、1点注意事項としては、これ当然ですね、 Google のアカウントに入ってスプレッドシートが見えてしまうとパスワードがバレてしまうので、必ず特にスマホの場合なくしやすいと思うので、スマホに関しては画面ロックをつけておいて、要は紛失したら分かるようにしておく、これがすごい重要ですね。スマホを最悪紛失しても中身が見られないようにしていくということをやっておくことをお勧めします。それでは続きまして、パスワードの管理方法の2つ目、パスワード管理専用サービスを使うという方法をご紹介します。で、パスワード管理専用サービスというのは、オンライン上でパスワードを一括的に管理ができるサービスになります。でですね、これすごく便利でして、パスワード管理ツールに登録をしておくと、さっきのスプレッドシートのように当然全部データが管理されて、パソコンでもスマホでも見えるんですけれども、さらに入力も自動的に行うことができたり、パスワードを自動的に生成することができたり、まあ非常に便利なんですね。で、こういったパスワード管理ツール、なかなか便利なんですけど、ちょっと難しいところがありまして、これ探すとですね、めちゃくちゃたくさんあるんですね。これ Google でパスワード管理サービス一覧というふうに検索をした結果なんですけれども、人気ランキング11選とかですね、おすすめの、まあ、これは法人用ですけど、ID 管理16選とか、個人向けであっても10個以上ありまして、どれを使ったらいいかわからないというのがあるんじゃないかなと思います。で、最近ですね、特におすすめなのは、ぜひこれをという話なんですけれども、このビットワーデンという無料のパスワード管理ツールがありまして、もし迷われている方は、これを使うことがいいんじゃないかなと思っています。理由なんですが、これなんで人気があるかというと、無料なのにもかかわらず、ほとんどの機能が全部使えるんですね。例えば、無料版でも、パソコンとスマホで同じように情報を同期できて、使うことができると。これ、ほとんどの人気アプリは、有料版じゃないと、この機能を使わせてくれないんですね。また、パスワードの登録上限数もないよと。これもですね、他のアプリは、無料版だと数の制限があったり、1ヶ月間だけしか使えないよ、みたいなものが多いです。そうですね、例えばパソコンの Google Chrome に入っているパスワード管理の情報を、まあ、抜き出してですね、このパスワード管理ツールの中に入れることによって、一個一個登録しなくても、まとめてこれまでのパスワードの履歴をこのビットワーデンに送ることもできる。といった形で、他のパスワード管理ツールから乗り換えも簡単ですし、パスワード管理使ってない状態である方も、これをガボッと持ってくることができて、これが非常に人気の秘訣になっています。また、使い勝手ですね、に関しても、まあ結構使いやすいと言われています。ただ正直ですね、ちょっと癖はありまして、初心者の方がめちゃくちゃ使いやすいかというと、個人的には、まあどのパスワード管理ツールもそうなんですけれども、めっちゃ使いやすいって感じではないんですけど、慣れれば全然問題なく使えると思いますし、まあスプレッドシートで管理する方に比べると自動入力ができたり、そういう利便性もありますので、もう一歩進めていきたいよという方は、このツール使ってみることをお勧めします。当然ですね、こういうツールを使う際にも、このツールに入るためのパスワードは当然覚える必要がありまして、ただ一つだけそのパスワードを覚えておけば、あとの他のツールはそのパスワード管理ツール上にあって覚える必要もないですよと。で、ランダムにこう12桁以上の文字を作ることもできたりするので、それぞれのサービスでは使い回しじゃない安心のパスワードを使うことができるよと。こういう仕組みになっています。で、このビットワーデンですね、結構使い方の癖がありまして、まあ、他の YouTube の動画でも説明動画あったりするんですけど、スマホだけとかっていうケースもあるので、ちょっと俺は別の動画でパソコン版、スマホ版を組み合わせて使う方法というのをご紹介できればなと思っておりまして、少しご期待いただければなと思います。はい、ということで、パスワードを管理する方法をご紹介しました。
リモート時代いろんなサービスを使う必要があるので、こういう方法を覚えておくと、これからいろんなサービスを安心に使いこなすことができるようになります。またリモートワークでもっと活躍していくためには、オンライン会議やチャット、ちょっとご紹介した共有ドキュメントといったさまざまなツール、使い方を知る必要がありまして、このチャンネルリモートワーク研究所では、これからこういったツールやノウハウをどしどしご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また本日の内容でわからない点がありましたら、ぜひコメントや質問いただければすぐに回答できますし、もし感想なんかもあればお待ちしております。それではまたお会いしましょう。リモートワーク研究所では、リモート時代に活躍して稼ぐためのツールの使い方やノウハウをどんどんご紹介していきます。ぜひチャンネル登録していただいて、私と一緒に学んでいきましょう。